巨人のコンオフの新外国人野手の補強、ウレイニャにはリオン分にリンゴ本、18打点、OPS673、202打席、2軍、何これ。さ、中田ウォーカーブリンソン放出してこれはひどすぎる。マジなん。キャンプまで3週間切ってんのにおかしいだろ。これで外人の補強終わりとかマジ？マジで草。レイエス取られた島田一から探してるだろ。ふざけてるだろ阿部。さすがにそろそろ発表あるやろ。ブリンソンも去年の今頃やし。ブリリは調査情報で取ったけど今回何も出ないしもうこれで終わりちゃうの？放置すら割と静かやからなぁ。ちょっと不気味やね。アンチオツ。でも阿部曰くウレイニャは、丸、秋広と競争ライバル、だから。センターマジでルーキーにすんの？ウレイニャは素直だから日本野球に適応しやすいらしいぞ。多分終わりやぞ。外国人枠4枠出しな今年から、メンデス、グリフィン、バルドナード、ケラー、ウレイニャ、終わりや。なんか阿部が自分の見る目にクソ自信持ってそうなん怖いんよな。ウレイニャも高橋もコメント見てると。中田もなんやかんや結構やってたしな。ブリウォーカー出してウレイニャだけはいかんでしょ。さすがに何か来ると思うけど。ウレイニャとか言うガチガチの愛人枠。ウレイニャとかなぜいるのかが謎やしな。ここまで来ると実は有能な可能性ない？ウレイニャが大爆発して手のひらくるくるすることになるから覚悟しとけよ。3年連続で B クラスが見えてきた。ご視聴ありがとうございました。